お、ここにつぼみが見えますね。これから花が咲き、山椒の実ができます。おーおー、いいねー。すぐに食べるねー。つぼみが見えます。もうすぐ花が咲きそうです。あ、あれー、シャーしたじゃん、怒ったじゃーん。あーのーこー。お、こっち来た。もうちょっとで孵化するでしょうか。どうでしょうか。ドキドキしますね。こんにちは、おたま日記です。今日の動画は、3月31日からスタートします。こちら、わさび菜です。水につけておいたら、根が出てきたので、家庭菜園の隅に植えておきます。こんな感じでルッコラの脇に植え付けます。もう時期的にはおしまいですが、お遊びで植えてみます。どうかな?どこまで大きくなってくれるかな?お、このルッコラの上に、あ、ああ、土イナゴがいるじゃーん。一般的なバッタは、卵で冬を越し、この時期に生まれますが、土イナゴは成虫で冬眠します。寒さをしのげる、枯葉の下や、隙間などでじっと過ごし、暖かくなったので出てきたんですね。チューリップは、綺麗に咲き誇っています。ピンク、黄色、赤、白、いろんな色のチューリップが誇らしげに、咲いています。雑木林エリアにあるこれは、山椒の木です。冬の間は枯れたように枝だけでしたが、葉っぱが出ていますね。こちら、半月前の、3月14日の映像です。葉っぱがなく、枯れ枝のように見えます。よく見ると、小さな芽が出ていました。それが、半月で、ここまで伸びました。お、ここにつぼみが見えますね。これから花が咲き、山椒の実ができます。こちら、アジサイです。少し前と比べるとかなり葉っぱが伸びましたね。こちら、3月5日の映像です。約4週間前の映像ですが、全然違いますね。あら、よく見ると。あ、ああ、いっぱい虫がいるー。これは、アジサイハバチですね。卵を葉っぱに産みつけようとしているのでしょう。どんな幼虫になるのか、気になりますか ?1 年前の2021年の映像をご覧ください。去年の4月ですが、葉っぱが穴だらけです。葉っぱの裏に大量の幼虫がいます。これが、アジサイハバチの幼虫です。実は、去年、アジサイハバチの幼虫を、育てて観察したのですが、途中で成長が止まってしまったんですよね。生き物の観察って難しいです。今年も大量に集まってきています。おーい、お前たちー。そんなにたくさん卵産まないでおくれよー。家庭菜園で、セマダラコガネの幼虫を、見つけました。ぴょんおたまが喜ぶぞー。お土産にしましょう。ぴょーんおーたまー。帰ってきたよー。お、そこにいるねー。では、お土産のセマダラコガネの幼虫を、あげましょう。おーおー、いいねー。すぐに食べるねー。あっという間に飲み込んでしまいました。えらいねー。ぴょんおたまー。こちら、保管している蝶のさなぎです。うん?あれ?あ、ああ、抜け殻になっているー。これは、去年、釜之助が食べられなかったモンシロチョウです。左は先日の動画で羽化したことをお伝えしましたが、右側も殻になっています。どこに行ったんだー。うん?あ、ああ、いたー、ここにいるじゃーん。すごーい、ちょっと、先日いただいた、バグ牛に入れてみたいと思います。元気いっぱいです。無事に蝶になれてよかったなー。お前さん、もうちょっとで釜之助に食べられるところだったんだぞ。ちょっと虫眼鏡で観察したかったけど、中で結構激しく動いているので、観察は難しいですね。じゃあ、雑木林エリアに逃がしてあげます。ほら、行きなさい。あっという間に飛んでいきました。もう姿が見えません。バイバイ。釜之助の分も、一生懸命生きるんだぞ。
4月2日です。いよいよ、暦は4月に入りました。これは、大根ですね。一本だけ残していたものですが、唐が立ち、かなり大きくなってきました。つぼみが見えます。もうすぐ花が咲きそうです。それ以外に今家庭菜園に残っているのは、ほうれん草、春菊、ルッコラ、子持ち高菜です。あ、そうそう、去年の秋から植えている玉ねぎがありますが、どうなんでしょう。少しずつ大きくはなってきていますが、まだまだという感じです。そして、これは、カマキリ日記143で植え付けの様子を紹介しましたが、アスパラの根を埋めたプランターです。中央部分、土が盛り上がってきています。ここから出てきそうです。チューリップは、ベストな状態になっています。綺麗ですねー。先日も言いましたが、チューリップの花は、2週間もせずに散ってしまいます。儚さを考えると、より美しく、尊く感じます。タラの芽の様子を見に行きます。枯れたと思ったこの枝からも、芽が出てきています。お、これ、一本だけ、成長が早いです。これ以上大きくなると硬くなるので、収穫しちゃいます。こんな感じです。これは、後で食べたいと思います。春の味覚、楽しみですねー。え？あれ？この音楽は、来てる。来てるぞー。このエリアはあの子がよく来る場所です。あの子なのー？あ、違う、親戚さんじゃーん、シーン聖域さーん。こちらが、庭を通りすがる野良猫の一覧です。親戚さんは、そのうち毛並みが茶色の茶族に、属する野良猫です。親戚さーん、来たのー。ここに来るなんて珍しいじゃん。ここは、森に近く、森をねぐらにしているあの子がよく、来るんだけどね。シーン聖域さーん、タラの、芽収穫してるの見てたのー。行っちゃう。ねえ。シーン聖域。あ、あれー、シャーしたじゃん、怒ったじゃーん。スローで見てください。一瞬、あくびをしたかと思いましたが、すごい顔でシャーしています。シーン聖域さーん、怖い顔だよー。先日も少しお伝えしましたが、親戚さんのお腹が大きくなってきている気がします。最近、気も立っているようなので、本当にお腹に子猫がいるのかもしれません。シーン聖域さーん、もし本当に、子猫を産んだら、どうしよう。ねえ。それじゃ、とりあえず行くねえ。親戚さん、バイバーイ。シーン聖域さーん。さて、先ほど収穫したタラの芽ですが、さっと茹でました。タラの芽は天ぷらが美味しいですが、茹でてマヨネーズをつけて食べるのもなかなか美味しいんです。では、マヨネーズをつけて食べてみましょう。うわぁ、うまーい、春が口の中に来たー。いやぁ、たまらなく美味しいです。タラの芽、うまい、うまいなー。タラの芽を食べると、春が来たんだなぁ、と思いますね。ここにあるのが、ピョンオタマのケースです。うん？あ、お風呂入ってるじゃーん。っていうか、ああ、うんちしちゃってるねー。ピョンオタマは、水に入ると出ちゃうんだよねー。この後、水ごと取り替えてあげました。ピョーンオータマー。外に出ると、雨が降っていました。それほど強くはありませんが、植物を潤しています。しかし、しばらく経つとだんだん水が溜まってきましたね。家庭菜園も低いところに水溜まりができています。道もぬかるんでしまっています。この辺、いつもドロドロになってしまうんですよね。雑木林エリアです。カラス山椒も徐々に葉っぱが伸びてきています。4月5日です。あ、ああ、あの子を、塀から飛び降りようとしています。あの子は、庭を通りすがる野良猫のうち、毛並みが茶色の茶族に、属する野良猫です。あの子を、何ー、
また来たのー。また遊びに来たのー。その後カメラを下に置いてあの子の様子を撮影してみました。あーあのー、こう。お、こっち来た。お、ちょうどいい角度で来るじゃーん。あーあのー、こう。そして、家に戻ると。あ、ああ、なにー、牛ー。牛ーは、庭を通りすがる野良猫のうち、毛並みが白黒の白黒族に、属する野良猫です。ちょっとー。なにー、何覗いてるのー。何か言いたげですね。ねえ、前はブーちゃんと一緒に来てたのに、最近一人だよね。しばらくブーちゃん見てないなー。どこに行ったか知らない？ねえ、もう3ヶ月くらいはブーちゃんを、見ていませんね。少し心配です。あ、牛ー、行っちゃったー。なんか痛そうだったなー。バイバイ。庭に置いてある、この鉢に刺してあるのは、ニワカマちゃんの卵です。去年庭の唐辛子を守ってくれたニワカマちゃん。懐かしいですね。ちゃんと孵化してくれるでしょうか。さて、こちら、家で保管している、カマ太郎とカマノスケの卵です。カマノスケが産んだ4個の卵と、カマ太郎が産んだ卵をここで、保管しています。4月に入りましたが、変化はないですね。外の気温はだんだん上がってきていて、室内温度も暖かくなってきています。廊下の涼しいところに置いてあるので、外気温と同じくらいだと思います。もうちょっとで孵化するでしょうか。どうでしょうか。ドキドキしますね。次回予告です。あ、ああ。ついにアスパラが、出てきています。ぴょーんおーたまー。壁ドンしてるねー。4月に入り、ついに夏野菜の準備を、始めます。苗を買いに行きます。きゅうり、ナス、唐辛子、ミニトマト、ピーマンの苗は、縁側で火に当てます。もうそろそろ孵化するでしょうか。え？モンキアゲハに穴が開いている。あ、あー。この白いのはぴょんおたまー、あとは頼んだぞー。それでは、今日の動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。